帰ってきた帰ってきた緊急クフクフニュースってことで、また再び出てきましたけど、こっちね、長いんですよ、これ。でもね、やっぱりちょっとね、変態は変態でも、変態教員だけはちょっと許さないと、まあ、これはもうやっといた。シャープ、許すな、わいせつ教員。泣き寝入りしない、と誓った少女、声震わせて、法廷で証言。読売新聞オンライン。わいせつ行為で処分される教員が増えている。立場を利用し、言葉巧みに言い寄り、その言動で児童や生徒の心と体に深い傷を負わせる。公表されている被害は氷山の一角とされ、教員との力関係から泣き寝入りしている児童生徒も多いとされる。過去に教員を告訴し、震える声で刑事裁判で訴えた被害者の一人は18年経って弁護士になった。被害を受けた時の悔しさ、辛さを胸に、被害者に寄り添いたいと心に誓う。母も教わった先生、大好き。先生という人は尊敬できて大好きだったのに、もう信用できない。ただのおっさんです。関西地方の裁判所に2003年1月、当時中学1年生の女子生徒は、強制わいせつ罪に問われた担任の男性教員の刑事裁判で勇気を振り絞って訴えた。女子生徒が当時50代の担任からわいせつな行為を受けるようになったのは02年夏。1対1で向き合う形で受けていた個別指導で、突然太ももを触られるようになった。まさか先生が嫌なことするはずがない。母親にも友人にも打ち明けられずに耐えていたが、犯行はエスカレートしていった。秋になると、授業前に、誰もいない教室に連れて行かれた。胸を触られ、驚いて抵抗できていると、手を掴まれ、担任の下半身を触らされた。担任は優しそうな風貌で生徒から人気があった。女子生徒の母親、も中学時代に教わった教員だった。それでも私が泣き寝入りしたら先生は同じようなことをすると考え、母親と相談し翌日刑事告訴に行った。担任はその日のうちに強制わいせつ容疑で逮捕された。校長は当初その事実を全校生徒に伝えなかったが、女子生徒からの訴えで数日後に公表した。胸を触られたくらい中傷のメールで、先生の人生をめちゃくちゃにした。あの親子、胸を触られたぐらいで何騒いでるの。担任の逮捕が明らかになると、批判の矛先は親子に向けられ、保護者やクラスメートには中傷メールも出回った。寛大な処置を求める嘆願書には全人口の教員ら46人が署名し、当時勤務していた学校でも教員らが同調しようとした。女子生徒は深刻な学校不振に陥り、一時登校できなくなった。急性ストレス障害の診断を受けた。そんな時、被害を相談していた弁護士が、被害者の権利や担任の公判で意見陳述ができることを教えてくれた。勇気を出して立った法廷で、担任から受けた被害を克明に訴えた。世間的にも大きな注目が集まる中、担任には懲役2年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決が言い渡された。次ページは、100万払うから誰にも言わない。担任の刑事裁判に出廷し被害を訴えるという同じ出来事が昨年もあった。大阪府の中学2年生の女子生徒14歳は20年3月、小学校時代の担任教員による強制わいせつ事件で被害者参加制度を利用して意見を述べた。被告の教員は小学校6年時の担任で、授業が抜群にうまかった。卒業式では人の気持ちに寄り添える先生のような人になりたいと話すほど信頼していた。 LINE を交換し、中学進学後も学校に呼び出され、勉強したノートにアドバイスをもらうことが続き、数ヶ月後には教員から告白をされた。
しばらくすると自宅に送り届ける際の車内などで体を触られキスをされるようになり、逃げると怒ったり力ずくで体をつかまれたりした。数ヶ月後もう会わないと告げると LINE にはメッセージ消してプリクラ返してなどのメッセージが届いた。ある時は俺は絶大なる信頼がある、教育委員会へ行ったらあなたが困ったことになると教育委員会への通報も口止めされた。応じないでいると自宅に訪ねてきて、自分の子供を犯罪者の子供にするわけにはいかない、100万円払うから誰もやらないでほしい、給料がいいので先生を続けたいでほしいと懇願してきた。女子生徒は母親と相談して学校に被害を届け出て、教育委員会は19年11月に強制わいせつ容疑で大阪府警に逮捕された。あ、教員だ。教員は19年11月に強制わいせつ容疑で大阪府警に逮捕された。その後、懲戒免職になり、懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を受けた。素敵な先生だった頃は面白い授業。将来は教師目指す。女子生徒は現在も異性が近くにいると怖くなり、声が出なくなる。心の傷は得てない。女子生徒は裁判でも反省が感じられる。先生を人として許すことができません。と語る。その上で、でも私は将来、小学校の先生を目指すことを決めました。素敵な先生だった頃、先生がしてくれたような面白い授業を私が代わりに子供たちにしてあげたいと思う。と話す。5度の挑戦で司法試験合格。寄り添ってくれた弁護士の支えに。冒頭の女子生徒は昨年12月弁護士になった。司法試験に合格するまで5度チャレンジし、時にはくじくそうになった。だが中学時代にわいせつ被害を受け中傷され折れそうになった心に弁護士が寄り添い、裁判制度を作ってくれたという体験が気持ちを支えてくれた。当時について法廷で裁判官の目を見て、自分がされたこと、苦しみを自分の言葉で話して自分に胸を張れるようになったと振り返る。読売新聞の全国調査では、2019年までの5年間にわいせつセクハラ行為で懲戒処分を受けた、教員から被害を受けた児童生徒は少なくとも945人に上ることが分かっている。弁護士になった女子生徒は過去を振り返り、今自分と同じように悩む子供たちがたくさんいるという現状にこんなメッセージを送る。私は第三者の立場で寄り添い、同じような被害に苦しむ子たちを助けてあげたい。被害に苦しんでいる子も少し勇気を持って行動に移してほしい。やっぱりけしからんです。この前も言いましたけど、学校の先生っていうのはもう一般人とちょっとルールが違うぐらいの、ね、気持ちでね、やらなきゃあかんんですよ。以前この前も言いましたけどね、授業終わって休み時間中にタバコ吸ってる先行いるじゃないですか。もうあの時点でも首としては、だから学校終わって家帰ってとかね、飲み行ってタバコ吸うのは別にいいんですよ。これはここまではいい、はい、それもやめろって言うとなかなかのあれなんですけど、なんで子供に物を教えてる時にタバコをプカプカ吸ってるわけ、しかも中学校の教員とかで、おい工夫だてめえこの野郎、何タバコとか吸ってんだこれみたいなこと言うわけじゃないですか。それは説得力なくないですかっていうことなんですよ。先生って言われてる時点でなんかもうほぼマウンティングじゃないですか。学校の、まあ今どうかわかんないですけど、先生っていう時点でもう一段上なんですよ。で、おいグレーグレーちゃってみたいな、なるわけですよ。で、なんかロリコンのやつは、そうやって、子供っていうか少女っていうか、そういう若い、まあ、若すぎる子たち、そういうの、まだ思春期になるかならへんぐらいのあれを、もうすごいエロい目で見てですね、なんか、さっきも立場を利用してって言ってましたけど、いろいろやるわけですよ。でもそれもね、まんざらでもないなという生徒たちもいるわけですよ。それはで、これは嫌だっていう生徒とまんざらでもない生徒を見極めるのはもう、それはもう先生の見切り。だって相手が喜べばですよ。いやー、このロリコン教師と思ってもしょうがないじゃないですか。いや、私は先生が好きで、もうやられちゃってきた。でもいや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 と、私はもう嫌だったんですよ。そんなの刑事告訴もんですよ。いう生徒たちももちろん言われる。で、それを、立場を利用してやっちゃったんだから、もうしょうがない。だ、立場を利用しない違うところでなんかね、出会っちゃって、なんか変態なことされたっていうのもあれなんですけど、
学校にいるという立場、それで先生と生徒という立場を利用してやっちゃって、あの NG アウターを食らっちゃったわけですから、これはね、私ふからのね提案は、学校教師がそれやったら懲戒免職なんてもちろんそうですけども、実刑ですよ、実刑。それ食らったら実刑、学校の教師ということで、懲役3年。はい、以上です。おっぱい触っただけでみたいな、実刑ですか、おい、実刑ですか、おかしくないですか、やりすぎないですか。いや、あなた先生で立場利用するっていう、あのね、いい思いしたんで、食らっちゃった時は実刑ですよ、あーみたいな、そのくらいのリスクを負って立場を利用して変態行為してほしいんですよ。でここまでやればなかなか怖くて、今945人のね被害者が出てます、やっちゃったやつも出てます、多分150人になってます、この実刑制度です。ということで、学校の教師が変態行為した場合は、もうその立場を利用したっていう重さがあるので、もう実刑、もう即実刑した方がいいよっていう方は、グッド。いやいやいや、羊、それだったら先生になり手もいないし、あのちょっと平等じゃないでしょう、法の上の平等みたいな、それはがないでしょうという、このままでいいんじゃないか、けしからんけどこのままでいいんじゃないかという方は、バッと。ということで、まあ変態わいせつ教師はね、もう撲滅しましょうという気持ちは多分みんな同じだと思います、まあ、変態教師以外は多分これに休みました。ではまた何か緊急なニュースがあった時にはお会いしましょう。ではありがとう。